いせいせい、ライダーの耳を発揮する天マイルバイクレディオでございます。いつもご視聴ありがとうございます。ローリーアオルでございます。すごいでしょ、天マイルバイクレディオなのに、今ね R25 に乗って首都高を走っております。むせた。今回ね、なんでね、10マイルバイクレディオなのに10マイルバイクライフみたくバイクに乗ってね、モトブログをしてるんだいって話なんですけど、これはね、ちょっと俺のね、合理的なね、思考で、まあちょっとね、練馬で撮影しました。先週配信のね、大関さんのね、撮影ね、なんか発煙筒が落ちてる。それのね、今ね、帰りなんですよ。かなりね、寒くなってきて、いやー、首都高激混みでね、辛いんですけど、今ね、やっとね、流れ出しました。今回のね、10マイルバイクレディオのお話しする内容は、ローリー・アウの初のワークショップとのイベントについてでございまーす。どんどんどん、パフパフパフ、どん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 。はい、変なね、テンションなんですけど、ワークショップさんね、いわゆる作業服屋さんです。ただの作業服屋さんではないんですけど、ね、プロのワークショップ、プロ向けのワークショップ、いわゆるね、職人さん向け、ガチの職人さん向けの職人専用の作業服屋さんね。だから、低価格のものではなくて、結構ね、高価格のもの、プロのアイテムを、販売してる、ショップさんなんですけど、そこのね、江戸川区一の湯にあるユートアネックスさんと合同でイベントをやります。ちょっとねナビうるさいんですけど、それじゃあね始めましょうか。江戸川区一の湯にある、ね、ユートアネックスさんと、合同でイベントをやりますと、日にちは11月12日に開催しますと。日曜だったかな、土曜だったかな。時間は10時からね14時、それでもうね、時間はね決定しております。何をするんだいって話なんで、多分今ね、ポスターとか出てると思うんですけど、ワーカーとライダーの、リレーション、要は職人さんとライダーの、危ない、ライダーのすごい横風、ライダーの交流を深めましょうということでして、俺ね、ローリー青の、ユートアネックスさんね、11月12日、10時から14時、出没します。何をね、ユートアネックスさんでするかというと、俺ね、BMC のね、作業服をね、ユートアネックスさんでね、たくさんね、販売してもらってます。で、そのね、作業服をね、まあ欲しい方いたら、俺ね、メジャー持っていくんで、その人フィッティング、計測して、で、俺がおすすめのサイズを、まあ、ご提案すると、で、その場で、まあ、買っていただければ嬉しいなっていう感じで、いわゆるね、ローリー青の即売会でございます。アイテムはね、BMC のみです。他社の買う人は一切計測しませんので、そこら辺はね、ちょっと足からずっていうことなんですけど、まあ俺一応ね、ジーンズもね、23年間、もうすぐしたら4年になりますけど、やってます。なので、俺が計測しおすすめするサイズ、そして、職人さんが欲しいね、形とか色っていうのを、きっちりね、ご提案することができます。いわゆるね、BMC のジーンズ、ないしはカーゴの、まあコンシェルジュみたいな感じかな。なので、10時から14時のね、間ね、まあ4時間ですけど、ユータネックスさんに立ってるんで、お声掛けくださいと。で、俺からね、いわゆるワーカーさん、職人さん向けのプレゼンっていうのがそういう風になります。で、ユータネックスさん、じゃあライダーはね、何するんだいってことなんですけど、何しに行くんだいってことなんですけど、ユータネックスさんの店長の、まあうちのね、10マイルバイクライフにもね、何度もね、出てくださってますけど、ソーリー直人さんね、あのソーリーポーズで有名なね、有名なのかな、直人さん。そのね、ソーリー直人さん。あ、なんか事故かな、これ。そのね、ソーリー直人さんが、いわゆるね、プロワークショップで職人さん向けのアイテムを売ってるお店ね、には、
職人さんがね寒い日に着る電熱ウェアっていうのがねめちゃめちゃね豊富にあるんですよ。でこの電熱ウェアって要はライダー向けのねお店にもたくさん売ってます。ということでねバッテリーでねバッテリーからね給電できるとかっていうのもありますけど、そこまでね遠出しないっていう方はねバッテリー搭載のねウェアとかね俺も今ねこう太一の電熱グローブしてますけどこういうものを使うと思います。でプロワークショップさんのねユーターネックスには、こういうねバッテリーで使う電熱ウェアっていうのがたくさんあります。それで手袋だけじゃなくて確かネックウォーマー的なものもあったしあとウェアねウェアもあります。いやバイク用品店で売ってるものより全然ね価格も安いんですよ。で、性能もねめちゃめちゃいい。なんて言ったって、ガチの職人さんが外の作業でね着るやつなんでもちろんね、堅牢度も高いしそして、電熱のね発電ねもう、バッチリです。なんでガチで寒いですからね職人さん外で仕事してるのそれをね暖かくするウェアがたくさん売ってるんでそこをねソーリー直人さんに、ライダーの方にプレゼンしていただいて、まあ、ライダーの方は購入いただくとそしたらソーリー直人さんから多分ソーリーポーズをいただけるんじゃないのかななんちゃってね思ったりしてるんですけど。お、小杉まで来た。でね、即売会それだけなのかいってことなんですけど、このね、10マイルバイクレディオ、当日ね、ユートアネックスさんで公開収録します。まあ、いつもね、iPhone でね、収録してるんですけど、まあ、ちょっと静かにしていただいて、ちょっと公開で、ソーリー直人さんとローリー青野の対談ね、まあ、収録時間20分ぐらいかもわかんないですけど、まあ、ちょっとね、ソーリー直人さんもライダーなんで、そしてね、プロワークショップさんの、ね、店長なんで、職人さんの気持ちも分かるしライダーの気持ちも分かると。でそこでね、直人さんおすすめのアイテムとかね、今後ねユータネックさんでどういう風にね、職人さんとかライダーにね物を提案するのとかっていうね、そこら辺をね、俺視点でねインタビューしたいなと思ってます。そしてねもちろんね俺ねこのね R25 乗ってね江戸川区一之江のねユータネックさんに行きます。なのでユータネックさんとしては要はプロの職人さんのね超有名なお店ですけどそこにねやっぱりねライダーの方ね、たくさん来てほしいんじゃないのかなって俺は勝手に思ってこのイベント企画したんですけどライダーの方もね別にねバイク用品店さんでね物買うだけじゃなくてねあの黄色と黒のとこでもね買ったりするでしょみんな。そことね全然性能の違うねガチのねプロの職人さんが使ってるそういう電熱ウェアとかね選択肢のね一つにしていいんじゃないのかなってね俺はすごい思うんですよね。だから、ライダーもね11月12日ねどんどんねユータネックさんに来てください。もちろんね、駐車場もあります。お店の前にもあるしお店の横にもね駐車場があります。そこにねバイクねどんどん止めてください。俺のねこのね R25 は多分ねお店の前に止めさせてもらったら一応ね目印としてあオレンジの R25 あるなんてすぐ分かっていただけると思うんで、お店の前に置かせていただけたらいいなーなんてね勝手にね考えてます。まあ、まだ直人さんには相談してないんですけど。でねその他にねもしかしたらね直人さんの方でね何かしらねイベントを考えられてるかもしれないです。それはちょっと分かんないです。まあね当日のお楽しみでねできたらね多くのライダーにねユータネックさんで売ってる職人さんが使うプロのね電熱ウェアっていうのをね体験してほしいし職人さんにもねこのジーンズ職人ローリー青野が作ったねプリントカーゴっていうのがあるんですよ。プリントの入ったカーゴパンツがデニムのそれもねぜひね履いていただきたいしもちろんね他のね BMG のねアイテムもねどんどんねご試着いただきたい。そしてねたくさん買っていただきたいななんてね思っちゃったりしてます。いやもしね、まあ、11月12日で、まあ、雨降ったらちょっとバイクで行けないし、まあ、ライダーの方来れないと思うんですけどまあぜひね雨降らなかったらねお近くの方はユーターネックスに来てください。ローリー青野います。来ていただくとお会いできたらねひょっとしたら10マイルバイクライフルで、ね、ステッカーとかね差し上げること可能だと思うしそしてね他のね例えば俺ね SNS やってるんで SNS ねまあ一緒に写真撮らせていただいてアップしたりしてね
ここでぜひね、職人とかね、ライダーとかっていうね、垣根をなくして、ユーターネックスっていうね、お店、ここをハブとして、それぞれね、交流して、アイテムの良さをね、知り合えたらいいなっていうふうに思ってます。めちゃめちゃ真面目なね、話なんですけど、まあ一番言いたいのは、11月12日、ユーターネックスでイベントやりますと。10時から14時ですと。たくさんね、職人さんもライダーも来てください。ということで皆さん、お待ちしております。それではみんな、来週も聞いてね。ローリー・アオロでした。寒っ。